コテネターチャンネル。皆さんお元気？楽しくバトルやってますか？さて今回はアプデのリバランスでスピードが5キロナーフされたベヒーモスフル編成のフルバトルクリップです。そしてその装備にはバフかけられた少数派武器としました。武器レベルはほぼカンストではあるけど一部標準レベルも混じってる。これでそれなりのバトル展開が可能ならフル編成のクリップも続けられるかなって、そう考えながら戦うこと20戦以上、これは厳しいぞって。モジュールもスピード重視や耐久性重視などなど試したもののいまいち。久しぶりなんで相当コントロールがダメなんだろうって思いつつもやっぱり以前の感覚は戻ってこない。ニトロ積むと他の特性が犠牲になって動きはいいけどダメージ入らないとか。そうやって20戦を終えてまあこれくらいのバトルクリップです。もちろんリケイとかタロンとかそれなりの武器であればまた違ったかもしれないけど、結局5キロのナーフが相当な足かせになってしまった、そう感じたね。それでね、今後のベフィーモスフル編成は厳しいなって、それが結論でした。なのでベフィーモスは特徴ある武器の展開の時だけ編成に一機を加える。そうなるかな。今のバトルのようにレディーマーなんかは使いやすいというかかなりのダメージなのでタロンと同じ感覚で戦える。そうでなきゃもうオーダーやバランチになるしかないね。とつり愛好家としてはそのバトルスタイルでは満足できないな。というわけでこれからのベフィーモスはシングルクリップで登場となると思います。新武器もこれからも出てくるし10武器4スロットのヘビーダメージの確認でお会いすることでしょう。それでは編集遅くなったのでナレーションはここまで。この後もよろしければ引き続きご鑑賞ください。皆さんおやすみなさい。